通2000系電車は、横浜シーサイドラインに在籍し、金沢シーサイドラインで運用されている、AGT 車両。1989年のシーサイドライン、開業当初から運用されていた線型に変わる、車両として、フレンドリー、人に優しくお客様に親しまれる車両、セーフティー、安全性を重視するとともに故障に強い車両、エコ、省エネに配慮した車両を、 基本コンセプトに製造された。製造元は、事業継承前は東急車両製造、事業継承後は総合車両製作所横浜事業所。2011年2月26日のダイヤ改正から1編成5両の第31編成が営業運転を開始。当初は2015年までに0 0 0系の16編成80両を置き換えるとしていたが、 一年前倒しの2014年5月には置き換えを完了することになったその後2019年には2編成が増備されている。車体は同社初のステンレス製。等急車両製造の製品としては初めて側構え体にレーザー溶接を本格採用し滑らかな仕上がりになっている。外販仕上げは BG80。車体長は ホームドアの関係で線型と同じ8000ミ、mm、リメートル。デザインは多摩美術大学の客員教授が手掛けたもので、沿線の海の波や水面の光を受けたきらめきと、船の帆やはたはためきからおやかで華やかな躍動感を7色の三角形の幾何学模様で表現している。沿線住民が集まる懇談会でデザインが決定した。第46編成については、黒。 赤のラインを基調としたデザインに変更される。黒は夜空、赤は朝明けを表し、窓横の星のデザインは夜明け前の星を表している。また、LED 全消灯も第46編成で初めて採用された。第48編成は、進む、つなげる、シーサイドウェーブというコンセプトに基づき、海をイメージした青色をベースに、 明るい水色や温かみのある金色を配色し、車両の直線的な形状に対し、曲線のカラーリングデザインを合わせることで、親しみやすさを込めたカラーリングとした。座席は、ロングシートとクロスシート。クロスシートは、同社で初の導入となった。また、線型では立ち入り禁止であった、運転席スペースも、無人運転に限り開放され、左右の2席の未着席が可能となった。 これも、同社初の試みである。1000型と優先席、車椅子スペースの位置が異なる。製造は、事業継承前は東急車両製造、事業継承後は、総合車両製作所横浜事業所。車両番号の付与方法は、1000の位で2000型を表す。2を100並び20の位で、製造順を1の位で編成内における連結順を示すという、 横浜市営地下鉄の各形式に準じた方式が採用されている。現在は全列車が2000型で運転されている。線形の引退前は全編成が1000型と共通運用で運用上の区分はなかった。ありがとうございます。